エリナ、今日ごめん、デート行けない。ユージ、どうしたの？体調でも悪いの？それもあるけど、仕事でミスしちゃった。俺のせいでみんな帰れないし、それで俺だけ抜けるの無理だから、今日は会えそうにない。本当に申し訳ない。全然大丈夫だよ、お仕事頑張ってね。うん、ありがとう、また連絡する。5時間後。今家着いた。本当にブラックだわ俺の会社。エリナに会って癒されたい。ユージ、お疲れ様。今から家行こうか。え、私明日は昼から出勤だから、夜更かし全然大丈夫だよ。私も会いたいし。ごめん、それはさすがに悪いよ。悪くないよ、私は会いたいの。気持ちだけ受け取っとくよ、今日はもう俺疲れちゃったし。そっか、家来られるの好きじゃない？え、だって付き合って半年経つけど、まだ家に行ったことないじゃん。私ってそんなに信用ならない？そんなことない、エリナのことは好きだし、将来結婚したいとも思ってる。本当に？うん、こんなことは嘘で言わないよ。タイミングが合わないだけで家にも来てほしいと思ってるよ。ありがとう。ごめんな、不安にさせて。ううん、好きだよユージ。俺もだよ、やっぱ今会いたいかも。え、いいの？でも家は汚いから外で会いたい。それでもいい？うん、いいよ。またいつもの場所でいい？うん、今から準備するから20分後で。5分後。エリナさん、はじめまして、ユージの嫁のサキです。ユージとはお付き合いされてるという認識で間違ってないでしょうか？いきなり何ですか？なんで私の LINE 知ってるんですか？それにユージの嫁って何ですか？ユージの彼女は私です。ユージは既婚者です。その嫁が私です。今から会おうとしてましたよね。なんで知ってるんですか？1分後。ユージ、今電話無理？なんかサキっていうヤバい女から LINE 来てるんだけど。私はユージの嫁とかって言ってるの。なんで LINE 知ってるのかも謎だし、今から会おうとしてることも知ってた。どういうことなの？1分後。ユージに LINE しても無駄ですよ、今携帯触らせてませんから。監禁してるんですか？ユージに何するんですか？逆恨みでもあるんですか？エリナさん、本当に知らないのですね。何度も言いますが、ユージは既婚者です。3年前私と結婚しました。え、3年前？はい。あなたこそ付き合ってどれくらい経つんですか？半年です。家に来たことは？ないです。でしょうね、普通に家族と暮らす家に不倫相手は呼ばないですもんね。待ってください、ユージは本当に既婚者なんですか？はい。あなたは本当に知らないみたいなので、こちらとしても対応を変えます。はい。本来は不倫相手として訴訟まで考えていましたが、今手を引けば何もしません。なのでお引き取りください。ユージと会うこともやめて、 LINE などのデータも削除してください。よろしいですね？待ってください、そんなこといきなり言われても困ります。私はユージと結婚する予定でした。残念ながら既婚者です。諦めてください。一度話をさせてください。認めません。今すぐ離れてください。翌日。エリナ、昨日はごめん、なんかややこしいことになった。今全部収まったから安心して、大好きだよエリナ。ごめん、電話はできない。何があったの？結局待ち合わせにも来ないし、そもそもサキって誰なの？既婚者とか言ってたけど、ユージはあの人とどういう関係なの？まさか既婚者じゃないよね？私全然聞いてないんだけど。いろいろ説明不足でごめん。全部話して。まず何から話せばいいかな？どこまで聞いてる？全部話して。結婚はしてるの、してないの、どっち？俺はエリナが好きだよ。ごまかさないで、ちゃんと説明して。結婚してるの、サキって人と？うん、今はね。最低、私のこと騙してたの？騙すつもりはなかった。エリナのことは好きだし、今俺が独身ならエリナを選ぶ。出会う順番だけだよ本当に。私のこと好きなのは嬉しいよ、でも言ってほしかったな。なんで黙ってたの？だって俺が既婚者って知ったら、エリナは俺と会ってくれなかっただろ。うん、それは会わなかったかも。だろ、それが嫌だったんだよ。エリナと会ってから少しずつだけど離婚の話をしてる。もし不倫で別れるってなったら君に迷惑がかかるだろ、だから隠れて会ってたんだ。ってことはもう奥さんとは別れるの？もちろん、なるべく早く離婚するよ。いつ頃？それはまだわからない。
でも今このタイミングで離婚したら確実に慰謝料請求されちゃうから少しは待った方がいいかもしれない。会えないってこと？前より警戒はされてるだろうから迂闊には会えないよね。でも信じてほしい。会えない時間が増えても俺はエリナが大好きだよ。ありがとう。奥さんには何て言ったらいい？もう会わないって言わないと私が訴えられるかもなんだけど。それで行こう。俺たちの関係が完全に終わったって向こうに伝わるくらいがちょうどいい。だから電話とかは全部俺からかける。エリナからはかけてこないでね。いい？寂しいけど分かった。オッケー。じゃあトーク履歴とかも消すし、通知もオフにするからあんまり返信できなくなる。そこも理解をお願いね。うん。じゃあまた。翌日。お疲れ様です。ユージと話し合いました。もう今後はエリナさんとも会わないと約束してくれました。エリナさんからしたら突然のことで受け入れがたい事実かもしれませんが、よろしくお願いいたします。こちらこそご迷惑をおかけしました。こちらこそ知らなかったとはいえ、既婚者であるユージさんに手を出して大変失礼いたしました。今後はもう会わないようにします。よろしくお願いします。1週間後。エリナ、今夜ってか今から会える？会えるよ。オッケー。じゃあ今すぐ出る。場所はいつものホテルでいい？うん。3時間後。エリナ、今日は突然ありがとう。短い時間だったけど最高だった。あ、ピルの件いけそう？わかった。これからは飲むようにするね。助かる。絶対そっちの方がいいよ。そうだね。エリナもそっちの方が気持ちいいだろ？うん。やべ、もうそろそろ帰ってくる。じゃあな、またこっちから誘うわ。2週間後。エリナ、今日もよかった。やっぱ2日連続で会うのはいいな。合計で何回やった？途中から数えてないわ。ねえユージ、いつ離婚するの？またその話かよ。今作戦進めてるから。作戦って？また説明する。早く別れてほしい。焦っても仕方ないだろ。焦るよ。だって私不倫してるんだよ。こんなのバレたらヤバいんだよ。バレたら訴えられるんだよ。大丈夫だって、バレないようにやってるから。それはそうなんだけど。1ヶ月後。今日こそどう？エリナ不足で困ってるわ。ユージごめん、今日も無理。なんでだよ。最近どうしたの？まさか男作ってないよな？作ってたらどうする？は？許さない。なんで？ユージは結婚してるのに。それは関係ない。あるよ。離婚するって言って全然しないじゃん。何回説明させるんだよ。まだ不倫がバレて1ヶ月ちょっとだぞ。今俺が強引に離婚進めたら、それこそ俺とエリナの関係調べられて2人とも慰謝料払うことになるんだぞ。じゃあいつなの？いつ離婚してくれるの？友達に相談したらみんなに言われるよ。エリナは騙されてる、都合のいい女になってるって。ガイアの声なんか気にするな。俺のことだけ信用してくれよ。信用できないから相談してるの。それでエリナは浮気したのか？してないよ。嘘つけよ。さっき浮気してるって言ってただろ。かまかけただけ。そんなことするなよ。最初に嘘ついたのはユージだよ。まだそのこと言ってんのかよ。じゃあもういいよ。エリナがそこまで言うなら俺たちもう会わない方がいい。そうだね。会わない方がいいかもね。なんだよ、すぐに別れ話受け入れんのかよ。やっぱ男いいんだろ？いません。はいはい、嘘つきさん、今までありがとな。3ヶ月後。エリナ、今から会いたい。やっぱ俺にはエリナしかいない。本当に好きだ。だから俺とやり直してくれ。いきなり何？あんな強引に別れたくせに今更何の連絡なの？離婚したんだ。え？3ヶ月経ってようやく離婚できた。エリナと喧嘩して連絡しなくなってからもやっぱり頭の中でずっと残ってた。後悔してもしきれなかった。会って直接謝罪もしたかったけど、嫁に会ってるのがバレたらエリナの方にも迷惑がかかる。だから俺にできることはなるべく早く離婚することだった。結局それに3ヶ月もかかった。バツイチになった俺だけど、今ならエリナと付き合えるし結婚だってすぐにできる。エリナを幸せにしたい。俺と結婚を前提に付き合ってください。不倫がバレて離婚したんだよね。え？ユナっていう女子高生とパパ活してたんだよね。なんでそのこと？サキさんから全部聞いたよ。え、サキと連絡取ってたのか？うん。銀行口座から使途不明金があって真っ先に私が疑われたからね。不倫がバレた手切れ金として私に振り込まれたと思ってたみたい。当然そんな事実はないから他に原因があるって伝えたよ。あとアプリは秘密のフォルダ作ってそこにまとめる癖があるっていうのもその時に伝えさせてもらったよ。だからバレたのか。お前なんてことしてくれたんだよ。不倫する自分が悪いでしょ。
お前だってしてただろ。そこは私も反省してる。最初こそ知らなかったけど、やっぱり好きだったから、既婚者って分かった後でもたまに会ってたりしたからね。でもそこからは更生したよ。それにあんたが憎かった。私の好きな気持ち利用して無理やりピル飲ませたり離婚するって嘘つかれたりして。ピルはお前も納得してたし、離婚するのも嘘なんかじゃない。ちゃんと別れようとしたよ。サキさんに300万借金してたのに。え、結婚する前にギャンブルで大負けして、それ隠して結婚してたんだよね。夫婦で同じ財布になるからってずっと支払わずにいたんだよね。それを聞いた時に全てを悟ったよ。あんたはサキさんと離婚するつもりなんかないって。違うんだよ。何が違うの。喧嘩に見立てて私を切って次の女に乗り換えたんだよね。同僚に自慢しながら喋ってたことも全部サキさんから聞いてるからね。なんで全部バレてんだよ。プライバシーも何もないじゃないか。加害者のくせに被害者面するな。とにかく私は付き合わないし、結婚なんか絶対にしない。勝手に地獄に落ちてろ。クソが、お前も地獄に落ちろ。なんで俺だけ500万以上も借金しないといけないんだよ。後日談。こんばんは、エリナです。ユージが地獄に落ちて清醒しました。しかし私も反省しなきゃいけないです。不倫だって分かってからもユージと会ってたんですから。サキさんにはそのことを正直にお話ししました。訴えられても仕方ありませんでした。しかしサキさんは見逃してくれました。それどころか好きになった気持ちをすぐに断ち切ると、私に命令したことを謝罪してくれました。本当にできた人です。こんな素晴らしい心を持った人を二度も裏切るなんてユージは最低です。今はこの不倫が会社にもバレて自主退職に追い込まれて、今はどこで何をしてるか知りません。ちなみに追ってた借金500万円は実家が立て替えてくれたそうです。まあその実家にもその500万を最後に見切られたそうですが、とにかく私もまっすぐに行きます。私を救ってくれたサキさんのためにも。